い、ではよろしくお願いします。今回は社会の公民、公害の防止と環境の保全についてお送りします。で、前回ね、社会保障についてやりましたが、今回公害についてやっていきます。で、全部で穴埋めが8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ戦後ですね、第二次世界大戦の後、日本は急速な経済発展を遂げます。ね。で、その中で成長はしていくんだけど、各地で深刻な公害が起こりました。で、その中でもこの4つ有名な公害があります。で、それを4大公害って言うんですけど、これ覚えておいてください。で、ここはホニャララ病が3つなんで、別に順番関係ないからね、それは気にしなくていいです。じゃあ、まあね、1個目いきましょう。で、最初がですね、これも地名が入ってます。新潟ですね。で、新潟にこの漢字で水俣病と言います。つまり新潟水俣病です。で、これとセットで2つ目、こっちはね、新潟がつかない水俣病なんです。で、今回はもう名前を覚えてもらうというためだけにしてます、動画はね。で、できればなんだけど、あのね、都道府県名を覚えておいてもらえるといいかなと思います、テストの時のために。で、新潟水俣病はそのまま新潟でしょ。で、こっちの普通の水俣病は熊本とか鹿児島あたりです。いいね、場所としては。で、次もう一個病がつくやつが、これカタカナで痛い病と言います。痛い病です。で、これは富山県です。富山県で、4つ目、最後はね、病がつきません。で、これは地名が入ってるんだけど、四日市っていう場所です。で、そこで起こった四日市喘息ってやつで、四日市は三重県です。これはだから、この新潟県、そして熊本、鹿児島、富山、三重となっております。いいね、ぜひ。これが四大公害です。で、公害病ってどんどん広がってって、その被害が広がるでしょ。で、そうすると公害追放、ね、公害をなくそう、追放していこうと、そういう唱えるホニャララが各地で展開されました。で、これ何かっていうと、追放しようとする住民が、みんながね、立ち上がって運動を起こしたんで、住民運動って言います。これが各地で展開される。で、国ももちろん無視ができないので、国は例えば、これね、ちょっと問題にしなかったですけど、公害対策基本法っていう法律を制定するなんかして対策を取っていきました。で、こういう努力の甲斐あってだんだん良くなります。ね、今もね、亡くなったので、いたらそのね、病気をその持ってしまった方は未だにいるけどね、いたら。で、こういう風になったと。で、今言った通り公害防止、その努力をしたので、生産活動、例えば工場から出るとかね、その原因の公害っていうのは減っていきました。けれど、その反面、排気ガスとかゴミ、こういうのを生活公害と言います。生活する中で起こる公害ね、生活公害。あとはダイオキシンなんかの新しい公害が問題となっています。これは今もです。いい。で、そのため国はホニャララ法っていうのを制定して問題に取り組んでいます。で、このできた法律が環境基本法と言います。ね、環境基本法です。で、これは公害対策基本法、これあったでしょ。これを発展させたものです。もっとなんか進化させた感じ。で、それを制定して問題に取り組んでいると。で、ここまでは日本の話ね、今まで。日本の話なんだけど、もちろん世界的な地球規模のね、環境問題もたくさんあります。例えば、地球温暖化。あとは砂漠化ね。今砂漠がどんどん広がっているので、砂漠化。で、こういうものへの関心も高まってます。で、日本の企業も、ホニャララ型の製品の開発に力を注いでいます、今。で、何型の製品かっていうと、ちょっと長いんで待っててね。
まず2つ言葉がくっつくんだけど、小資源です。で点打ってもう一回小、あ入んねえかな、ごめんちょっとかぶっちゃう、ごめんね。小資源、小エネルギー型の製品と言います。だからできる限りエネルギーを使わなくて済む、エコなものだよね、使わなくていい、そして資源も無駄にしない、できる限り使わないと、そういう製品の開発に力を注いでます。で、そしてこれは企業でしょ。で、私たちね、俺たち個人もほにゃらら社会を目指して、例えばゴミを減らす努力をするとか、あとはリサイクル、こういうのを意識したりするっていうのをしていかなきゃいけません。で、これ何社会を目指すっていうかっていうと、これをですね、ちょっと待ってね、画数が多い、循環型社会と言います。で、これ循環っていうのはこう回る感じなの、ものが。で、ものが回るっていうのは、例えば買うじゃないですか、で、それを捨てるんではなくてリサイクルして再利用してもう一回作ってまた戻ってくる、こうやって回るでしょ。で、こういうのを循環型社会、だから無駄を減らしていこう、ゴミをね減らしていこうっていう社会です。で、そういうのを社会を目指すためにも、個人個人が例えばゴミを減らす、ね、リサイクルできるものはリサイクルするって、そういう意識を高めて生活していかなきゃいけないよっていうことになってます。まあ、世界的にね、そういうことになってます。特に日本はすごい意識が高いと思いますけど。いいかな？まあ、こんな感じでございます。では、今回は社会の公民、公害の防止と環境の保全についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、自分が使ってる教科書だと章が変わります。だから、がっつりね、もう話が変わってしまうんですけど、今回は主権、まあ、国家です。主権国家って言って、まあ、国の話をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。